訪れたのは江田島にある海の見えるさつまいも畑。日照や水はけのいい砂地に恵まれている江田島はさつまいもの栽培に最適なんです。カキ殻を肥料に農薬は使わずのびのびと育てられています。何のさつまいも、どんなさつまいも取れるんですか？ここは紅はるかっていう品種のさつまいもを育ててます。紅はるか来ましたよ。私の一番大好きなさつまいもです。ありがとうございます。よかったね。嬉しい。早速さつまいも掘りのスタートです。早く会いたい。愛しの紅はるかに会いたい。あ、待って、これじゃない？しかも結構すごい大きくない？このすごい大きそう、大物な気がする、うん、すごい手際いいです。あのバンバン切ってきます。根っこもこう揺らしてもらったら抜けると思います。いきますか。あー、取れた。大きい、大きい。太い。立派ですね。そうですね。ちょっと掘るごとにゴロゴロと出てくるので夢中で掘ってしまいました。おー、いけました。はい、両手に芋。あ、これいいですね。あ、これがいいですか。芋っぽいですね。芋っぽい。確かに、ザ芋。見てください、大きなさつまいもがこんなに取れました。この良質なさつまいもを美味しくいただけるのが井上さんが営むさつまいもの専門店、テクテクのさつまいも本舗です。お店の看板商品、究極の焼き芋とは？こちら、これがとっておきの食べ方です。え？つぼですか？そうです、こうつぼ焼き芋です。石焼きとかが普通じゃないですか。はい、つぼ焼き？つぼ焼きです。専用の壺の中には吊るされたさつまいもが。炭を使い遠赤外線でじっくり2時間かけて焼いていきます。そのお味は？うまー、輝いてる、美味しそう。ねっとり感が伝わりますね。違いますよね、香りが。もう食感がとろける、さつまいもが口の中でとろけますね。そうですね。甘いです。すごく甘い。すごく甘い。ということで、つぼ焼き芋の糖度を測ってみることにしました。どうします？はい、グリルさん出ました。44。糖度44ですか？はい、果物でもなかなか出ない数字じゃないですか？そうなんですよ。果物だいたい15とか20とかぐらいのもんじゃないですか。さつまいもはどんだけ甘い。これはやっぱり、はい、つぼ焼きならでは、ならではだと思います。じっくりこう水分を飛ばしていくし、でもちろん甘さもこういう風に出るんですけど、やっぱり香りがすごくいいんで、その甘くて香りがいいっていうのが最高の焼き芋だと思います。テクテクのさつまいも本舗では年間およそ100トンものさつまいもを収穫。加工場を併設し、店内でスイーツやお菓子などに加工して販売しています。中でも今一番力を入れている大人気商品が、さつまいもの天然酵母で作られたパン。さつまいも専門店ならではの商品を作りたいという思いで開発された井上さんこだわりのパンなんです。今回はパンの味がしっかり楽しめる食パンをいただきます。では早速いただきます。サクサク、あ、優しい甘さが広がりますね。よかった。すごい香りがいいですね。焼いた時の香りはいいと思います、うん、そうですね、イースト菌とはちょっと違う香りなので、はい、さつまいも尽くしのテクテクのさつまいも本舗で秋の味覚を大満喫しました。